波あのアウトがちょっとたるいので、深くてたるいので結構、ヒットしにくい感じがあります。だいぶハードですね波は。でも昨日想像してたよりは全然良くて、イメージも良くて。波ちょっとでかいですね。でかいですね。パワーもやっぱりこっちもあるし、まあ映って正解だったんじゃないかなと。僕はこっちの方がいいかなと思います。自分の得意な波やったんで嬉しかったですね。結構ダンパーですね。そうですね、結構台風スールが入ったファイナルデー。それでは試合の様子をご覧ください。どうぞ。これからジェット船で新島に向かいます。ございます。今日はウィメイズのラウンド1からのスタートとなっております。今日はちょっとこのどんより雨模様なんですが、波の方はなんか今引いてるようで結構波もあるので、こういいグッドスコア出てるので、今日もみんなのいいライディング見られるのが楽しみです。はい、ここが選手の駐車場エリアとなっております。ちょっとこれから選手いそうなのでコメントをいただきたいと思います。いつも森下選手いました。行ってみましょう。はるおはやあ福井宏とやばおはようございます。おはようございます。キャッチアップのインタビューを今お伺いしてます。いいですか。朝サーフィンしてきましたって感じですね。いや、もう見ての通りです。びしゃびしゃですよ。びしゃびしゃですね。結構淡い裏とあの波の感じが違うってさっき。全然違います、なんか淡い裏って結構ダンパーな感じじゃないですか。しかも思いっきり掘れてくる、でもこっちはまたフェイスがもっと軽くて、また違う意味で難しいです、こっちの方が。おはようございます。キャッチアップのインタビューを今してます。選手お名前をお伺いしてもいいですか。大阪部自身です。大阪部選手、アワイの会場とどう違いますか、ここのポイント。波あのアウトがちょっとたるいので、深くてたるいので結構、ヒットしにくい感じがあります。高梨直人選手いたのでインタビューしてみたいと思います。昨日の、ウェイティングからの移動があったと思うんですけど、どうでした。昨日はもうノーサーフで、みんなのサーフィン見ながらちょっとのんびりさせてもらって、で今日ちょっと朝早めにサーフィンしたんですけど、こっちはこっちは難しいですけど、技できる距離があるんで、でパワーもやっぱりこっちもあるし、映って正解だったんじゃないかなと。僕はこっちの方がいいかなと思います。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。朝サーフィンしましたか。朝サーフィン、はい、20分だけしました。波どうでした。波は、でも昨日想像してたよりは全然良くて、イメージも良くて、パワーがあるんですけど、結構だけどなんかターンがしづらい感じですね。ちょっとボヨボヨしてるっていうか、はい、はい、ボヨボヨしてるそうです。あー、夏希ちゃんだ。アベマのリポーター、お疲れ様です。ありがとうございます。どうですか、初めての試み。楽しいです。今2人にあのサポートしてもらいながら、はい、ありがとうございます。
おはようございます。安井拓実選手です。おはようございます。今日は朝サーフィンしました。そうですね、これから引いてもうちょっとできそうになるのかなと思うんで頑張ります。結構今潮の動いてる時で難しいと思うんですけど、どうですか？そうですね、今やっと自分の中で決めたって感じですね。結構悩んでました、ずっと難しく。結構この波見るっていうのはルーティンとかにしてるんですか？そうですね、入ろうとしてる場所の正面から見るようにはしてます。結構ここ横なんですけどどうですか？砂浜から見るとまた変わって見えます？そうですね、なんか横から見ると結構また違う雰囲気なんですけど、もう広い海なんで、もう入る前に決めちゃって自分を信じる感じで行こうかなと思ってます。次ですね。はい、めっちゃ波いいんで結構楽しみですね。結構横から見るといい波に見えるんですけど、なんか実際入られてると難しいのかなって思うんですけど、その辺いかがですか？そうですね、やっぱ結構今も入ってる人たちとかを見てみると、やっぱタイミングがやっぱずれると結構刺さりやすい波なのかなっていうのがあって、でもまあゆっくり慎重にいったら多分いい感じにヒットできるんじゃないかなとは思ってます。雨で体が冷えてきたので足湯に行きたいと思います。また足湯。はい、ちょっと寒いので足湯しに来ました。足湯です、足湯。早速入ってみましょう。あ、寒いですね。あったかい。暖かいけどここすごいですよ。足がイボイボしてて痛いんですよ。足つぼかな。でもめっちゃ暖かい。いい。あ、暖かい。あ、めっちゃ暖かい。はい、選手たちが20万に来たら絶対に行くっていうパン屋さんにやってきました。カジヤベーカリーさんです。早速行ってみましょう。え、メロンパンもある。どうしよう。はい、おすすめの商品お伺いしてもいいですか？そうですね、シャワーとかの方は食事とかで甘いのと両方がお好きなので、食パン使ったサンドイッチとか調理パンとかすごい人気です。買っちゃいました。見てください、めっちゃ美味しそうです。お腹空いてきました。それではいただきたいと思います。いただきます。うん、めっちゃ卵サンド、おいしい。パンがふわふわでめっちゃ卵濃厚、味が濃くて合う。うん、ふわふわ。ちょっと天気晴れてきて、ちょっと海の形も見方もちょっと変わってると思うんですけど、波の方はちょっと今、満ち始めなのかな。波のその波数とかもちょっと減ってきちゃってるんですけど、形いいのが来れば2発3発でグッドスターも出てるので、あ、乗ってますね。あ、見た目では良さそうに見えるんですけど、そのポジショニングっていうのがちょっと難しいかなって思います。お疲れ様です。お疲れ様です。結構風強くなってきましたね。はい、風がちょっと強くて波も割れづらいですね。だいぶ結構このコンディション難しいんじゃないですか？難しいと思います。でも、はい、一生懸命頑張ろうかなと思ってます。浅野小波選手です。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。ラウンド1位の1ヒット目良かったですね。ありがとうございます。始まって5分ぐらいでいい、グッドスコア出てたと思うんですけど、やっぱりあれぐらいの時間帯でグッドスコア出ると余裕出ますよね。そうですね、最初に乗れたらいいなって思ってて、始まって結構すぐいい波乗れたんで結構安心して試合運びができました。
はい、会場を抜けて、これから新島の観光施設を案内してくださるということで、こちらの待合所で待ち合わせしております。早速行ってみましょう。富田さん、本日はよろしくお願いいたします。軽く自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、富田優也と申します。役場の産業観光課の観光商工の係長やってます。ありがとうございます。ちょっと早速行ってみたいと思います。ではよろしくお願いいたします。はい、まず新島村博物館にやってきました。早速見えるんですけど、いろいろ展示物あると思いますので早速行ってみましょう。よろしくお願いします。ここはどういった博物館になるんですか？結構新島の歴史とかを、まあ、学べるような仕組みとかしてあって、あとはそうですね、あっちの方に遺跡とかも、遺跡というか なんていうんだろう、貝とか土器みたいなのも出てきたりしているので、そちらを展示してあったりしますね。うん、見てください、サーフボードがあります。これは自作のサーフボードですね。1963年。バルサ角材を寄せ木にして本体を作られたそうです。すごいですね、この長さの板を手作りでされたみたいです。やっぱそれぐらい昔から新島の波っていうのは重宝されてたんですかね。そうですね、新島はそもそもなんかサーフィンとかが、新島に入ってくる前に漁船の板とか床板とかを引っぺがして波に乗るつっかけっていう遊びがあったそうなんですね。はい、でそもそもそういうのをやってる方、まあ、子供とかがそれで遊んでいて、うん、でまあ、観光客とかが来るようになって、で外人さんとかが来て、そこからこうサーフボードが新島に入ってくるようになって、で、まあ、サーフィンが始まったっていう歴史があるそうです。あ、なるほど、はい、ガラスセンターにやってきました。ガラスのちょっと工房にお邪魔させていただくことになりました。早速行ってみましょう。お邪魔します。どうぞ。うわ、なんかあったかい、燃やしてるんですね。こんにちは。こんにちは。はい、ガラス工房が作るところですね。あそこに正面に見えるオレンジ色に光ってるところ、あれが溶解炉って言ってガラスを溶かす釜です。おお、すごい。今1300度ぐらいになってます。あ、デローンってしてきてる。あ、デローンってしてきてる。あー、すごい。あー、すごい。あ、ちょっと緑色になってる。ほら、あ、ほら、薄いところが緑色に見える。すごい。え、面白い。JPSA の、入賞者に渡されるトロフィーにもこちらのガラスが、はい、使用されているということなんですけど、毎年ね作らせていただいてるんです、うん、今からコップ絵付け体験をしていきたいと思います。まずは下書きから。ちょっとせっかくキャッチアップのリポートをしているので、ちょっとキャッチアップ取り入れていってます。ここから削っていきます。完成しました。見てください、キャッチアップうまく描けたと思います。自信作です。富士見峠にやってきました。見てください、めっちゃ綺麗じゃないですかこの景色。ちょっと曇ってるんですけど、でも雨も止んで雲もかかってないので、新島のこの島が一面見渡せますよ。おはようございます。ようやく晴れました。見てください、とても綺麗な朝焼けです。今4時56分になります。今日の試合は、ウィメンズのラウンド2から、メンズのファイナルまで、終わるんでしょうか。
フィンしてるんですけど、今なんだか止まってる感じですね。ただ結構手前近くてシュアブレーク気味なので、やっぱ難しそうですね。村田新選手いらっしゃいました。インタビューしてみたいと思います。おはようございます。インタビューしてます。おはようございます。結構難しそうですね。はじめまして。難しかったですけど楽しみです。おはようございます。昨日エクセレントスコア見てました。かっこよかったです。ありがとうございます。結構波待ってたんじゃないですか。そう、ちょっとあんまり乗れなくて、でも最後乗れたんでよかったです。延期延期と結構変わってきちゃったんですけど、はい、そこら辺大丈夫でしたか。あ、大丈夫です。波ちょっとでかいですね。でかいですね。難しいんじゃないですかこれ。いや、多分これ見てるより入った方がでかくて、最初自分一人で入ったら7発ぐらい超でかいの食らって結構心折れてました。板は折らないでくださいね。本当にマジで。黒川選手おはようございます。おはようございます。ビッグウェーブサーファー黒川違う。違います。結構ダンパーですね。難しそうですね。結構でかいのも来るし、日本揃えたらいいなって感じです。そうですね。チューブ割れした。いや、なんか来るかなと思って構えたけど、でもちょっとまだな、何ちょっと軽いところにいたから、そチューブっていう波じゃなかったから、なんかちょっとあ、おはようと思って。よかったね、2本よかった。でも結構一発しかできなかったけど、もうこれ一発でもいいかと思って、全然ショーブレイクでも結構掘れてるところには、すごいもうレイカちゃんみたいな、結構キレあるアイディアするから、結構点数パンって出るから。ありがとう。でも一発でいいわと思ってないけど、向こうで8点とか出されたら、あれやった方がいいんちゃうかなとか思い出してきて、結構迷わない。迷う、めっちゃ迷う。うん、そう。あ、でもとりあえず買ったからよかったけど、次頑張らだね。また頑張ってください。はい、ありがとうございます。新島のこの試合どうですか。いや、めちゃめちゃ楽しいです。なんか去年来た時より波あるからいいサーフィンできてよかったです。今のヒーターも結構もう無理なく難なくラウンドアップって感じですね。そう見えてたら嬉しいです。このサイズ結構自分的には大きく感じるんですけど、そんなになんかできない感じでもないので、とても好きなコンディションでした。はい。今回 JPSA ファイナル初めてになりますか。はい、初めてです。意気込み聞いてもいいですか。優勝します。最後の7点しびれましたね。いやー、まさかあの波乗れると思ってなかったんで、でもしっかりあそこで決めれてよかったです。次も頑張ってください。頑張ります。これから、ウィメンズのファイナルが始まります。選手たちは集まってますね。これからゲットが始まります。25分ヒートです。頑張ってください。優勝しました。川井みのり選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。歓喜余って抱きついちゃったんですけど、はい、本当に嬉しいです。みのりちゃん、いや、もう本当に良かったです。もう、はい、結構波難しそうだったんですけど、その中でも見せたバックサイド2発目見事でした。いや、もうあれ見えた瞬間これしかないと思って、もう決めれて超良かったです。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。ありがとうございます。
きます。もう恐怖心なく、はい、突っ込みましたね。突っ込みました。おめでとうございます。ありがとうございます。あはい、じゃあこっち、台風スエルが炸裂した今回の試合、川上紀選手、安土城選手にとって久しぶりの優勝となったかと思います。今回見応えのある試合見せてくれてありがとうございました。また次回も楽しみにしててくださいね。バイバーイ。